今年度のダイヤモンドプリズム賞、手にするのは若手実力派のリアか、天才的な演技を見せる新人小日向虹花か、果たしてどちらでしょう。ついに虹花とリアの直接対決か。ここが天才女優藤宮沙織が取りたかったダイヤモンドプリズム賞の舞台、絶対に取りたい。ママ見ていてくれるかな。入院していたママと交わした約束を信じて、私頑張ってきたよ。ヤンキーデカ伊集院あや健三、すごい虹か、ママより上手ね。ママの方が上手だよ。ママのお芝居素敵、女優さんってすごい。そうね、女優さんは演技でみんなの心を動かして幸せにできる素敵なお仕事なのよ。じゃあ虹かもなる、大きくなったら女優さんになる。じゃあママが元気になったら虹かとママで一緒にお芝居しようね。うん、約束。ママ絶対元気になって女優さんに戻るからね。でもママ来るって約束したのに。虹か。パパ、ママは？病院の外出許可が下りなかったんだ。主役だから見てほしかったのに。いつもママは必ず行くからねって言って、お祭りも運動会も来てくれなかった。そう、今度遠足があるの。ママ外出許可お願いしてみるわね。嘘ばっかり。え、虹か。ママ一回も来たことないよ。約束いつも破ってる。元気になってまた女優さんやる夢だって叶えられてないじゃん。虹か。虹か、どうした。ママにひどいこと言っちゃった。ママにごめんなさいしに行こうか。虹か。ママ、さっきはごめんなさい。ううん、ママこそいつも約束守れなくてごめんね。あれ、なんかいい匂い。あ、綺麗なお花。この花はアネモネって言って、パパがママにプロポーズするときに渡した花なんだ。花言葉は真実の愛。思い出の花だわ。あ、へえ。ねえ虹か、今度の日曜日ママと二人でピクニック行こうか。え、今までの約束守れなかったお詫び。後でパパから聞いたんだけど、あの時ママは虹花と沙織今頃楽しんでるかな。パパちょっと寂しいぞ。いいんですか小日向さん。今回は特別に先生が外出許可を出しましたが、沙織さんは本当は外に出られる体ではありません。寿命を縮めるだけです。沙織に最初で最後のわがままだからって外出許可をお願いされたんです。虹花と二人で過ごす時間が欲しいって、これが最後かもしれないからって。お弁当よ、ママ張り切って作っちゃった。お弁当、はあ、はっ、なんか食べたことないような味がする。ごめんね、
ママお料理苦手なのよね。でもママが作ってくれたんだもん。ニジカ嬉しい。ありがとう、ニジカ。ないな。何を探してるの、ニジカ。あのお花、パパがママにプレゼントしたアネモネってお花がないかなって思って。え、ニジカ、あのお花はね、この季節にはもう咲いていないの。ニジカもママにプレゼントしたい。よし、ママも探しちゃうぞ。やったどこにも咲いてないよ。ああ、見つけたわ、ニジカ。ここにたくさん咲いてる。どこどこ。え、ねえママ、咲いてないよ。草しか生えてない。ほら、いい香り。え、花なんてないのに。今、お花が見えた。ママすごい。女優さんってこんなこともできるんだ。言ったでしょ、ニジカ。女優さんは演技で人を幸せな気持ちにできるって。ニジカ、やっぱり女優さんになってママと一緒にお芝居したい。だってママ、もうすぐ病気治るんでしょ。うん、ママ元気になってみせるわ。よし、ニジカもママみたいな演技してみる。ニジカ、そっちは坂だから危ないわよ。大変。大丈夫、ニジカ。平気平気。嘘、この匂い。あの花だ、いっぱい咲いてる。嘘、まさかこの季節に咲いてるなんて。まるで奇跡だわ。はい、ママにプレゼント。早く元気になって一緒にお芝居しようね。神様。ママどうしたの。ニジカ。何。これから先ニジカにはきっといろんなことがあるわ。楽しいことだけじゃない、辛いことや困難なことも。でも忘れないで、強い思いがあれば奇跡はきっと起こせる。夢は必ず叶うって。ママ泣いてるの。どこか痛いの。大丈夫よ、ニジカ。ママ約束する、ニジカと一緒にお芝居する。どんな形でもママはずっとニジカのそばにいるわ。ママ、奇跡が起きますように。夢が叶いますように。沙織は16歳で引退したからダイヤモンドプリズム賞を取れなかった。何人もの名女優が受賞してきた名誉あるこの賞を。ニジカ、お前は母親を、藤宮沙織を超えることができるのか。賞を取るのはニジカとディア、一体どっちだ。さあ、投票結果が出ました。ダイヤモンドティアラが頭上に輝く日本一の女優は果たしてどちらでしょう。気をつけて行ってこいよ、ニジカ。あ、ニジカ、今日は18時からドラマの撮影だからな。うん。ちゃんとセリフ頭に入ってるんだろうな。相手役は俺なんだから NG は出すなよ。完璧に覚えたよ。じゃあ行ってきます。慌てて転ぶんじゃないぞ。大丈夫だってば。やれやれ、やっぱりまだ子供だな、ニジカは。そんなことないよ。じゃあスタジオでね。まだまだ心配だな。でもきっとニジカは沙織さんのような、いえ藤宮沙織を超える女優になりますよ。
りを隠し今はダメだと